いきますラジオネーム「はい、ダイオーと花毛のおじさん」「今日はこの春初めて半袖を着ているので思ったより鼻水が出ます」「肌を多めに見せているので恥ずかしいったらありゃしない」「ボナンザがあったらすぐにでも入りたい」ちなみにこのギャグは朝の7時に思いつきましたちょっと。 ごめんなさいボナンザがわかんないんですけどボ「ボナンザって何ですか?」ボナンザって何ですかとあと「7時ってどういうつもり?」っていうそんか10時に勝手に時10時に考えていたことを遅れって言ってるのに、うん、まず7時に考えたことを言ってるし「ボナンザ」って何 <laughs> な,なんで「ボナンザなんなんん <laughs> ボナンザ」は何よ 大人をって誰も調べるのなんなの調べてるボナ,ンボナンザって何よ <laughs> ないのボナンザっていう言葉 <laughs> いろいろあったんで地名とかないや、うん、どのボナンザを言,てるかじゃ言ってこいよボナンザちょっと電話したいんだけど <laughs> <laughs> 電話できひんのボナンザそう電話して太陽と花毛のおじさんにボナンザってなんなんな<あ> <laughs> ボナンザってなんなんって言って電話できひんつながるかな っかけてもうむかついてきた <laughs> もう今日機嫌よくやってたのに最後の最後でむかつくんん <laughs> なんボナンザって<だ>どういうことなボナンザがあったらすぐにでも入りたいって <laughs> などこがギャグなんほんで <laughs> そのギャグって何なんもう何も分からへんくなってきたギャグって何なんですかねどういうことですか出えへんのあ出るの出るかあ出たはいはい でボナンザってなん,なんあのね将棋の AI のやつで、うん、なんか将棋がめっちゃ強いやつなんですよ将棋が強い AI んう,うん、うん、AI みたいなやつで、うん、でなんかもう現実から逃げたいわみたいな穴があったら入りたいわみたいなのを、うん、ボナンザええがなと思って、うんうん、えどういうこと穴とボナンザ全然かかってないやんかまずかかってないですごごめめんんななささい。いやいやごめんなさい。やや、<laughs> <laughs> ごめんなさい、ちゃうやん、あかんやなんでそのさ、一回さ、一回自分で書いた文章をさ、なんで見てからさ、送ってけ、私らってさ、趣味でやってんちゃうねんで、仕事やねん、分かってます。なんでさ、勢いに任せてさ、もうなん意味わからんやん、だって。バイト先でもね、それ言うたら全然受けへんくて。受けへんよそれだって意味わからへんねんも自分だけ笑ってたら楽しそうにしてるから、ええやんみたいな雰囲気になってます分。 そういう空気やと思っただけやろ。<laughs> ほんでなんでそ10時に考えたことをさ遅れって言って、うん、なんで朝の7時にさ思いついたことを送ってきてるのいやなん。こっちはあなたも掛か,かって持ってて。かかって <laughs> 今日10時に送れる時間だと思って。じゃあ7時にかかるやつはなんからまずでな、うんでギャグってなんだ。そのギャグどこがギャグな。ギャグって何？うん あの穴があったら入りたいみたいなテンションでボナンザがあったら入りたいちょっとって何回言っても分かって進んでないから話がグアハじゃないやろこいつ何やろちゃんと指定された時間のやつ送ってきてなはい今度から送うしますほんまにマジでな頼むぞはい失礼しましたボナンザがあったら入りたいもうもういつまで言っても二度とようのボナンザって